Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日はリアルマジ俺の青春ど真ん中。ボーイのフェイバリットソングを10曲選んでみました。まあ、ボーイについては俺と同世代っつうか、その80年代リアルタイマーの方にとってはベタどころかもはや常識ってな領域だと思うので、釈迦に説法もいいとこだとは思うんだけど、でも今日はあえてうちの現役女子高生に聞かせるならって観点で絞り込んでいこうかなと思ってたりもします。つか今日たまたまこの動画に出会ったぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってのスタンスで時代や国境を超えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速日本ロック史に今も燦然と輝くボーイ心のベスト10を発表しちゃうぜよ。まず俺が1位に選んだのはプラスティックオーシャンって曲。これはいかにも布袋さんっぽい小気味良いブリッドポップって感じの曲ですけど、実際はヒムロックが作曲っていう、なんだろう、そこからすでに意外かもだけど、何気に全編英語詞だったりして、それがまあめちゃめちゃハマってたりもして、冗談抜きに全ボーイ楽曲で一番好きだったりしますまあだから1位に選んでるんだけどね。あのサブスク時代の今となってはどうでもいいことかもですけど、このプラスティックオーシャンって何気に CD のみのボーナストラックで、レコードには未収録だったりするんですよね。なのでこの曲名当てで CD も買うっていう。ただ全然おまけ扱いしちゃダメというか、マジこの曲を知ってるのと知らないとではボーイってバンドの評価がまるで違っちゃうって俺は本気で思ってたりします。で2位は16って曲。何気にこれもヒムロックの作曲だったりしますけど、この16はホンキートンキークレイジーってシングルの B 面で、まあ、アルバム未収録だったりもするから、そうだね、別に隠れ名曲ってわけじゃないけど、でもアルバム単位でしっかりチェックしてるつもりでも意外と見落とすかもですかね。あの元々はメロな曲だったものをアッパーなビートチューンに改変したみたいな経緯があるらしく、バラード調の導入部分は初期バージョンの名残だったりすると。まあでも何気に歌詞がね、その何もかもに唾を吐き、ぐれて街を飛ばし続けてたとか、冷たいレールに耳を当てて都会のノイズ確かめていたとか、その共感っていうのとは違うんだけど、でも当時高校生の俺の感性にはビンビン響くものがありましたね。このまま何もできないで年を取っていくのはごめんさってね、つか今も当たり前に響いてたりします。で3位はタイトルなしバンド名勝負で挑んだボーイにとってリスタートともいえる3枚目のアルバムのオープニングナンバードリーミン。これは一点布袋さんの曲で、何気に歌詞も布袋さんっていう、あの後にヒムロックの歌詞を多く手掛ける松井五郎が絡んでたりしますけど、そうだな、俺はリアルタイムで一番最初に聴いたボーイのアルバムがこれだったりするんで、もうほんとドリーミンで一発 KO っていうか、まあ虜になっちゃったんですよね。その抜けの良いメロディーとか、まあ、圧倒的なビート感とか、ワクワクさせる要素はいくつもあるんだけど、でも当時は歌詞にバシッと共感してた気がします。そんな奴らは好きじゃない、俺はそんなにバカじゃないってね。で4位には大ヒットシングルマリオネットをチョイスしました。これはぶっちゃけオリコン1位を獲得してて、その当時のオリコン1位っていうのはさ、ちょっとした偉業っていうか、まだまだ歌謡曲が幅を利かせてた時代だったりもするから、マジでストリートシーンから俺ら世代のヒーロー誕生って、しかもそのヒーローが天下取ったって、そんな気分だったんだよね。あのローソンで売ってた確か「モジョ」ってタイトルのビデオマガジンで、僕らは初めてそのマリオネットの PV の予告編を目撃するんですけど、マジ無限リピートっつうか、何回見たか本当わかんない、カメラのアングルまで覚えてるレベルっていう、おそらくルックスを含め最もシャープなかっこよさを誇ってて、もう存在として別格っつうか、ぶっちぎりだったんですよね。で5位はデビューアルバムのオープニングナンバーイメージダウン。まあ厳密に言うとイントロダクションって、オーバーチェア的な曲が収録されてたりはしますけど、でもまあボーイの歴史はこの曲からスタートしてライブのハイライトとしてプレイし続けたっていうのは、本人たちにとってもことさらに特別な曲だったんじゃないですかね。まあでも最初聞いた時は歌詞のインパクトがすごかったかな。その数をこなすのとモテてることとは同じじゃないんだぜとか、あっちの方はインテリジェンスとか、ちょっと他では耳にすることのなかった言葉が並んでて、しかもサビはイメージダウンって言葉だけをひたすら連呼っていう、すげえなって思って、一頃はこのファーストアルバムも夢中で聴いてました。で6位はラストアルバムサイコパスのオープニングナンバーライアーガール。これはとにかく耳当たりのいいメロディーというか、その声に出した時に心地いいメロディーで、未だに鼻歌率が高かったりしますけど、歌詞もね、そのブラインド越しの空は紫のベルベットって歌い出しだけで、それまでの作品とは比べ物にならないくらい飛躍的にレベルアップしてると思うし、
もはやロックなんて枠組みを軽く超えてる気さえするんですよね。で、バンドとしてのキャパシティの広がりがそのまま幅広い層のリスナーを獲得することにつながってるっていう、まあ、理想的な成長の形ですよね。そう思います。で、7位はこの Just a Hero ってアルバムの B 面の1曲目、1994 Level of Complex。 これリリース当時は吉川浩二がゲストで参加みたいのもそれなりに話題になったっつうか、その今の感覚で捉えるのとはちょっと意味合いが違ったと思うんですよね。だってまさかボーイ解散後に法廷さんと吉川浩二でユニットやるなんて夢にも思ってないわけだし、そのお茶の間のスター吉川浩二がストリートのヒーローと合流って、むしろそんな見え方だったんじゃないかな。つかこの曲に関してはとにかく布袋さんの変幻自在のギターがたまらないのと、意味深で意味不な氷室ワードが癖になるっていう、そのマテリアルだけのキャピタル、リアルなデモクラシー、プロレタリアの微笑みはゼイフォゲットって、おまけにシャレでアンジェラスって、もはや何にも伝わってこないのに耳なじみがいいというか、言葉自体は耳から離れないっていう、まあ、洗脳レベルで刷り込まれちゃってるんだと思います。で、8位はこの3枚目のアルバムから黒のラプソディって曲を選びました。これも何気にヒムロックの曲だったりしますけど、なんだろうな、割と露骨なロカビリーナンバーで、でもちゃんとボーイらしくソフィスティケイトもされてて、当時のストリートシーンのロカビリーバンドとは格の違いを見せつけてるって気もするんですよね。まあ、やけにセクシャルな歌詞は正直どうでもいいんですけど、でもオーソドックスなフレーズで構成された布袋さんのギターソロとかめちゃめちゃクールでかっこいい。これちょっとぜひ聞き逃さないでって思うし、なんよく知ってるよって人もちょっと改めて聞いてみてよって思ったりもします。で、9位はサイコパスってこのラストアルバムのタイトル曲。何気にこれもヒムロックの楽曲だったりして、なんだろう、俺の思考としてヒムロ楽曲がフィットしてるのかも。特に意識的に選んでるわけじゃないんでね。つかワンコードで押す感じのミニマルなアレンジって俺割と好きで、何気に全編英語詞だったりするのもクールなニュアンスを増してる気がして、なんだろう、派手さはないけど存在感抜群っていうのがいいなって。こうクラスで一番かっこいいやつって意外とそんな感じだったりしたじゃないですか。で、一番悩んだ第10位、どうしてもギリギリに押し込んでおきたかったのがファーストアルバムのラストナンバー、 On My Beat。 あの、実際はアウトロ的な楽曲が収録されてたりしますけど、でもまあ On My Beat がラストナンバーっていう認識でいいと思うんですよね。つかこれ日本的ビートパンクの原型というか、ほんと疾走感だけで押しまくる痛快な楽曲だったりしますけど、自分を守るのは何かを残した後だぜとか、やたらと計算するのは棺桶に近くなってからでも十分できるぜとか、まあ50を超えた今でも声に出して歌わずにはいられない、ほんと死ぬまで止まらないマイビートって気がしてたりします。で、ボーイに関してはさすがに俺だけの独断と偏見で済ませるわけにはいかないなって気がして、その俺とは違う目線で選んだらどうなるのかなってちょっと気になっちゃったんで、その布袋ちゃんのギターをコピーしたことあるぜってタイプの信頼筋にもセレクトしてもらいました。なのでもうちょっとお付き合いしてほしいんですけど、一人目は俺が20歳くらい、10代の終わりから20歳にかけてくらいの頃にお世話になったというか、一緒にバンドやってた君焼さんって二個上のギタリストキャラに選んでもらいました。ぶっちゃけ30年以上の時を超えて近々再始動するかもなんですけど、君焼さんが1位に選んでるのはファンタジックストーリーって、このサイコパスの収録楽曲。これ俺全然知らなかったんですけど、何気にギターソロの導入部分が後の布袋ちゃんのソロ楽曲ギターラブズユーって曲のリフと一緒なんですって。そんなの普通気づかないよね。つかめくるめく布袋フレーズが凝縮されたボーイ時代のギターソロの傑作ってコメントがついてました。で、2位がバッドフィーリングですって。まあ、このリフについては言わずもがなっつうか、今となっては布袋さんの看板フレーズみたいなものだと思いますけど、あの、布袋さんがレイ・パーカー・ジュニアのこと好きだっていうのがよくわかる楽曲らしいっす。俺残念ながらゴーストバスターズしか思いつかない。いや、そんなことはないけど。で、3位はオーマイ・ジュリーパート1だって。このインスタントラブの B 面の1曲目、これ A メロはブリッジのジャキジャキ刻むクランチ気味のリズムカッティングで、 B メロはクリーントーンの白玉全音符、さらにサビではブライアン・メイ的なギターオーケストレーションも登場ってことで、とにかく多彩なアプローチがかっこいいんだって。これもちょっと言われなきゃわからなくないですか。あの、歌メロが歌謡曲レベルにキャッチだったりするから、どうしたってそっちに耳が行くっていうか、俺普段聞きながら当たり前に口ずさんでたりしますからね。それギターアレンジには気づかないっていう。あと4位は1994 Level of Complex。これ俺も7位に選んでたりしますけど、でも Case of Boy ってライブ版に収録されたバージョンってわざわざ指定があります。あの、俺が横浜文化体育館で生体験した時のやつね。まあ、とにかくこの時のテイクが秀逸ってことで、そのクリーン、クランチ、激しく歪むディストーションの切り替えとカッティングで押しまくるギターソロが素晴らしいって、
これちょっと気になってそのあたりを意識して聞いてみたんですけど、確かにめちゃめちゃかっこいいっす。マジスタジオバージョンとは別物って感じなんで、ケースオブボーイのバージョン聞いたことないよって人はぜひチェックしてみてください。で、5位はこのセカンドアルバムインスタントラブからファニーボーイがセレクトされてますけど、これぞビートバンドという曲だって。あの A メロのドラムがハイハットじゃなくフロアタムでリズムを刻むところでギターが煽られるってコメントがついてます。だし、布袋さんのクランチギターでのカッティングにおいてはこの曲が最高傑作らしいです。つかズバリウルトラボックスのニューヨーロピアンズですよね。俺も大好きです。で、6位はハイウェイに乗る前にって曲がセレクトされてたりします。これについてはスカっぽいビートで、クリーントーンの白玉全音符、おまけにパワーコード、クリシェとボーイ時代の布袋寅泰の全パターンが凝縮された名曲って、そんなコメントが添えられてます。ギターソロのテンポチェンジのところも高速道路のクルージング状態を思わせる展開で秀逸って。なるほどです。で、7位はロンドンゲームって曲、これもケースオブボーイのバージョンって指定があったりしますけど、この曲はライブに尽きるって、布袋楽曲の中でステージで弾いてて一番楽しい曲だって書いてある。つかこれも俺改めて聞いてみたんですけど、そのケースオブボーイのバージョンをね、やっぱスタジオテイクとはまるで違って、ボーイってライブバンドなんだなって当たり前のことを再認識しちゃいましたね。で、8位はベイビーアクションだって、早いスカのビートが弾いてて気持ちいい曲って、いかにもギター弾きらしいコメントが寄せられてますけど、あれだよね、その A メロのスカっぽいリズムはレコーディング直前でのアイデアっていうか、前年のライブ音源とかで聴けるベイビーアクションはなんならハードコアパンクみたいっていう。何気に布袋寅泰のギターソロの中では最高速らしいっす。まあ、そもそもボーイ時代は弾き倒すって感じじゃないっすもんね。で、9位はイメージダウン、俺が5位に選んでたやつ。これについてはあのダムドのニューローズ的なリフがかけねなくかっこいいってコメントがついてますけど、あれですよね、イントロのデデデデーンがニューローズの A メロまんまっていう。これも言われて初めて気づきましたけど。で、肝は B メロのスライドで入るナインスだって。それがただのビートパンクじゃない雰囲気にしてるって。だし、ギターソロもコンパクトながらものすごくまとまってて、ビートに乗って弾き倒すのが手強くもあり楽しいそうです。このあたり全く弾けない俺にはわからない感覚だったりしますね。で、10位は16、俺が2位に選んだ曲、ボーイ時代に初めて見せたロカビリー的なアプローチの曲ってコメントが添えられてる。つか、ブライアン・セッツは丸出しなプリングを多用した、おそらくボーイ時代で最速パッセージのギターソロがかっこいいって、若干意味が分かってなかったりしますけど、でもやっぱギタリストらしい選曲で、ギタリストらしいコメントをつけていただけたかなと。で、もう一人ね、ギタリスト目線でセレクトしてって無茶ぶり上等な依頼をしたのが、あのスミスケのランチって YouTube チャンネルをやってる松さんで、つか概要欄にリンク貼っておくんで、詳しくは松さんのチャンネルをチェックしてって感じなんですけど、ぶっちゃけフィルムってマイブラみたいなインストバンドでギター弾いてる方なんですけど、何気にめちゃめちゃボーイ好きっていう。ちなみにそんな松さんからは、ギターがかっこいい曲ってわけじゃなく、ギタリストの俺が好きな曲を選んだって、そんな注釈がついてました。まあ、どの曲もギターはかっこいいけどって。つか1位がね、ノーニューヨークだって。ノーニューヨーク、これおそらくはこのバッドフィーリングの12インチに収録されたリテイクバージョンを指してると思うんだけど、もともとはね、ファーストアルバムに収録されてて、なんなら全てのライブで披露されてたりもすると思うんで、まあ、ボーイの代表曲ってことで間違いはないよね。で、2位にはオーマイジュリーパート1がセレクトされてる。これさっき君明さんも選んでたやつ。なんかほら、こうやって俺が選んでないけどギタリスト2人がセレクトするみたいのってさ、ああそういう傾向の曲なのねって、なんかそういうのも見えてくるよね。で、3位はティーネージエモーション、つか4位はロンドンゲームだから、2位3位4位ってこのインスタントラブの収録楽曲が収録順に並んでる。そこが松さんのツボって感じなのかもしれないね。まあ俺も狂ったように聞いてんだけど。で、5位はドリーミンって。は俺も3位に上げてるし。まあ外せない。そのノーニューヨークとドリーミンがボーイの2大看板って気はするんですよね。その一人一人の好みとかは別として圧倒的存在感っていうかね。で、6位はバッドフィーリング。これは逆に俺は選んでないけど、君明さんと被ってる。つまりギタリスト好きするやつって。まあでもそうだよね。あのイントロ、つかリフを心地いいと思えるかどうかがこの曲の決め手だったりすると思うんでね。で、7位はミス・ミステリー・レディって、このジャスト・ア・ヒーローってアルバムの B 面に収録されてる怪しげな独特なフィーリングをまとった楽曲だったりしますけど、割と無機質で直線的な8ビートの洗練されたイメージって感じですかね。つか8位はライク・ア・チャイルドって、やっぱりこのジャスト・ア・ヒーローの
B 面に収録されている。このあたりがお好みってことかしら。まあ、Like a Childはミス・ミステリー・レディーとは言ってめちゃめちゃポップでキャッチーな楽曲だったりしますけどね。あと9位はビート・スイートって、この5枚目のビート・エモーションってアルバムに収録された楽曲。何気にこのビート・エモーションの収録楽曲はこのビート・スイートが初めてじゃないですか。つか俺も君焼さんも1曲も選んでないですからね。でも俺も選ぶならビート・スイートかも、この曲のギターリフは割と好きです。でラスト10位は俺も9位に選んでるサイコパスって曲。まあかっこいいよね。つか単調な繰り返しに見えて、そのギターのカッティングも印象的だし、ソロも何気に超絶渋いと思うので、いやでもギターがどうこうっていうんじゃなく、おそらくこの曲がまとってるオーラ、雰囲気みたいなものが俺と松さんの共通の金銭に触れてるってことなんじゃないですかね。よくわかんないですけど。ってことで若干いつもより長丁場になっちゃった気もしますけど、でも本当これからボーイを聞く人にとって少しでもヒントというか道しるべになればって思うのと、あとはとにかくボーイなんて死ぬほど聞いたぜって俺と同世代の大人たちにも改めて聞き直すきっかけというか、ほんのちょっとの再発見があればいいなって、まあ、そんな気持ちでお届けしました。つかちょっとまた別の機会を設けて君焼さんや松さんには生出演というか実際にカメラの前に登場していただこうかなと、おぼろげながらそんな構想も頭の片隅にはあったりします。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。